こっちはブラウニーですね。これもちろんフレッシュ違う。これ自家製のパッションフルーツのマーシュマロ。これはホワイトからすごく美味しい。入れて、回して。じゃあ、説明しましょうか。これは自家製のパッションフルーツマーシュマロ。これはフレーバーマーシュマロ。ブラウニー。とマンゴー。とリンゴ。チェリー。だからどっちでも選んでください。もちろんフレッシュイチゴ、これはアムレットパッコン。だからこのものだけでこれ半分だけ、すごいデリケートなフレーバーがね、いっぱい入れると隠しちゃう。で、あとのものは全部入れる、いっぱい入れるけど、そう、半分だけ、そうです。じゃないだったらチョコの味だ。で、ブラウニー好きですか？どうぞデザートとしてチョコレートパンケーキお楽しみください。女性はもちろん、最近は男性もこのスイーツ大好きな方も増えてますよね。どうぞ遠慮なくお試しくださいませ。お待ちしております。一番美味しいです。ああ、オーケー、これはブラウニー。そうですよ。これは自家製のパッションフルーツのマーシュマロ。可愛いから。で、これはフレーバーマーシュマロ。と、これラズベリー。と、マンゴー、アンズ、アップル、チェリー。もちろんフレッシュチョコ。これはブラウニー。なんていうの、中途半端。クッキーとケーキの中途半端。で、このチョコとこのチョコは違う。すごい。マンゴー好き？マンゴーはいいや。これがうわ、すごい。いや、普通の白いマーシュマロは何も味ないからね。これはマジで。これは美味しいですよ。これは美味しいです。これがマンゴーです。これが美味しいやつ。これは自家製のマーシュマロ。ブラウニーのマーシュマロ。ブラウニーはブラウニーでしょ。ありがとうございます。マンゴーとパイナップルとアップルとチェリーと、これはブラウニー。そう、ブラウニーはちょっと前、中途半端。ケーキとケーキのクッキーの中途半端。そうでしょ。だからこれは美味しいでしょ。高橋さん、チョコアンドチョコのおすすめらしい。マンゴー好きな方。マンゴー好き。はい、あとはマンゴー。はい、OK。セブト、これもセブト、いっぱい入れて、これは自家製のマシュマロ、スペシャルフルーツ。だからどこでも、ここでも、ここでも、ここでも OK。これはダイエットチョコね。そうそう、これは普通。ダイエット、これはこれビア。さあ食べたらうちは無責任。Because Ichigo plus choco equal rum. That's right. That's right.
はい、秋今空いてる？ああ、OK、 OK、 説明しましょう。これ何？これは自家製のパシフィックマーシュマロ。これフレーブマーシュマロ。これいろんなフルーツです。パイナップルとマンゴー、ブラックチューリー、アップル。これはゴーストのラズベリー。これはブラウニー。